もしも神様がいるのなら、今ここでありがとう。イエスバンド知ってる人？心強いです、ありがとうございます。イエスバンド初めてっていう方、ありがとうございます。水戸市、水戸市ひたちなか市の、中小企業の経営者を中心に、編成してます。みんな経営者なんです。仕事を持ちながらこういうバンド活動をやってるんですけど、完全チャリティーバンドということで、茨城を元気にしようということで、 iPop というジャンルで、やらさせていただいております。 K-POP ならぬ iPop。 そうですね、茨城の、はい、茨城ポップ。そう、茨城の愛、そして皆さんの心の中にあるのも愛ということで、 iPop、 皆さん、イエスバンドは iPop なんだっていうのを覚えて帰っていただければ幸いです。まあそんなことよりも、まず第1曲目はですね、僕たちのファーストオリジナル曲「絆」を皆さんに届けたいと思います。自慢話1個言っていいですか。ですね、5月に NHK 総合ラジオでなんと全国に放送されちゃいました。本当なんですよ。これは本当奇跡的で、僕らの、その番組の中でですね、1曲目レベッカ、2曲目、岩崎ひろみ、3曲目ゆきさおり、4曲目イエスバンド、そして5曲目がスマップですからね。こんな番組、ね、すごいでしょ。あまり期待を膨らましすぎないように軽い気持ちで聞いてください。すいません、自分で上げてんじゃん。ちょっと上げて。そうだね。それでは絆、仲間を信じて、明日を信じて、そしてみんなで頑張っていこうぜっていう、そういう歌です。絆、聴いてください。もしも神様がいるのなら、今ここでありがとう。Thank you.
に提供していただいて、彼女はですね、もうパステル画家として人に勇気と元気を与える絵を描いています。もうこの絵も素敵でしょ。宝石箱というあの絵です。ゆきちゃんとそのお友達、その関わる人たちの関係が宝物のようだと思う。泣きそうです、僕はね。嬉しくて、なかなかゆきちゃん2回目ですもんね、今日ね。本当に嬉しく思っております。かわいい。この CD もですね、おかげさまで2500枚、売れてるんですね。1枚500円で、その収益の一部をゆきちゃんの画家活動資金の資金として、応援でね、プレゼントっていうか、皆さんの思いをお渡ししています。で、ゆきちゃんが亡くなった本田美奈子さん、歌手の本田美奈子さんとの共著ありがとうという本をですね、今年ね、出版できました。いろんなところで個展も開かれたりとかしております。その僕たち の音楽を通じてゆきちゃんの画家活動、そのありがとうがね、完成したということで、大変嬉しく思っております。もうゆきちゃんも来てくれたおかげで元気倍増で皆さんにお届けしていきます。それでは次の曲は命の大事さを歌った曲です。先ほどリハーサルでお届けした奇跡という歌を皆さんにお届けしたいと思います。1年間に3万人以上の人が自分で自分の命を落とすという、そういう暗い時代が続いております。命あるだけで、それだけでいいじゃないか、今日生きてることに感謝して頑張らなくたっていいよ、生きてるそれだけで素晴らしい、そういう歌を作りました。ぜひ皆さんに聴いていただきたいと思います。奇跡。